遠投をちょっとたまにはやろうかなって。あの軽くだけど寒くない時にしてもらいたいね。あのパワースピンの時やった遠投74とかだったからさ、2つ過ぎて。体硬いってやん、すごいわかる。まあ年明け初運動っすからね。年始ってさ、やっぱまあイベントがあったり家族でこう集まったりするじゃないですか。はい。それもあって全く運動してない。編集作業だね、やったのは。僕2回サウナ行ったから体を動かしてるようなもんですからね。サウナじゃそんな体動かしてるに入んねえだろ。あの、だいぶ5周した。サウナ5周したの？サウナ5周した。すごっ。10分で水風呂10秒外気浴5分とかを5周したから。やば。さすがに疲れて、運動とほぼ、てか運動より疲れてるから。あーギリ、マジか。ギリ、このこれで山並みで。まあまだ冬だし。お限界。いやー届いた。うん、絶対投げたくない。絶対無理でしょ。今すごいきついけど、これを良平がたまにほらキャッチャーでやるじゃない、投げるじゃん。うん、すげえと思った。だから相当相当痛みながら投げてるもん。ほんま。ただだってそれでも俺でも肩全然弱くなったなって思うからね。だからいかに投球練習の時に思いっきり1球だけ投げといて、あのまだ投げれるんだぞって思わせといて、あの試合中走ってもらわないっていうのが俺のあの最初にわざと思いっきり投げてるのはそれが理由。だからワンバンでもめちゃくちゃ低く速い球投げとけば、うん、まあ、走っては来られなくなるから。なるほどね。ただあの紅白戦とか身内がいるところとやると、あの肩痛めてるってバレてるから全然走られる。イエーイ。頑張れ。あー、ダメだった。ダメだでした。23歳、22歳。10個違うで、俺と、うん、あー、届かない。バウはバウは。カーブ初投げ。カーブ。前で話してたの結構。忘れてた。これ。俺のカーブこれ。怖い。けんだ。危なっ。あー、これさ、手首いったら痛めてるわ、これ右手首いた。いや、飛んでんのが分かるわ、でもメタルは。あ、やべ。
これないべ。おー、いい、今いいな、超クリーンな。パンパン、うまい。てか今滑ったんだよ後ろ。たまたま滑った後ろ。よし。